YouTube でアーティストウェイ第6週3日目。はい、アナです。いつも見てくださってありがとうございます。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっとこんなテーマについてお話ししてみたいと思います。はい、お金持ち感はスネ夫、はい、それから神は何でもいいという、はい、この2つのテーマについてお話ししてみたいと思います。はい、実はですね、今週第6週はですね、お金とか豊かさの感覚について、扱う週なんですね。はい、すごく大事な週になっていると思いますので、ちょっとまずそこ最初から読んでみますね。はい、新版205ページの、ね、第6週ですね、豊かさの感覚を取り戻す、今週は創造性を阻む最も大きな障害、お金の問題を取り扱います。あなたはここで神やお金、創造的な豊かさといったものについての自分自身の考えを直視するよう求められます。この週はあなたの心構えが現在の人生の豊かさや快適さをいかに狭めているかを探るものです、と書いてあります。はい、私はですね、この第6週ってなんか結構ね苦手だったんですよ、昔は。なんかね、お金とか豊かさ、特にお金っていうものに対してなんかブロックがあったんですけれども、なんか繰り返しやってるうちにですね、なんか今ふと気づいたらですね、あ、第6週そんなに苦手でもなくなってるって今思いました。はい、まあそんな感じでですね、繰り返しやっていくと少しずつね苦手が薄れていくっていうこともあるなと思うんですけれども、はい、それでですね、このお金とかね豊かさの感覚ですけれども、いかがでしょうか皆さん。お金とか豊かさっていうものに対して、どんな自分がね感覚とかイメージを持ってるか、なんか自覚してるところありますか。なんか例えば、なんかもう全然自分貧乏だし、お金も稼げないし、なんか全然やだみたいな人もいるかもしれませんし、あ、なんかお金全然余ってるよみたいな人ももしかしてねいるかもしれないなと思うんですけれども、私はですね、なんかちょっと何年か前に気がついたのがですね、このお金持ち感はスネ夫っていうのがね何かなと思いでしょうけれども、ちょっと前にですね、何年か前に子供とねドラえもんを見てて、ふと思った、気づいたんですけれども、私ですね、なんかすごいお金持ちに、ね、なりたいなとか、お金稼ぎたいなとか思ってね、いろいろ頑張ってやってるんですけれども、なんかね、そもそもあんまりねお金持ちに対していいイメージを持ってないなみたいなのがあって、なんかね、お金持ちはなんか嫌なやつみたいな、なんかお金あんまり余るとなんか、なんだろうな、なんか自分が嫌なやつになるんじゃないかとか、なんかあんまりこうまともな使い方ができないんじゃないかみたいなね、そういうイメージがあって、それがまあブロックになってて、でそういうのがあるとやっぱりこう思い切り気持ちよくお金を稼げたりとか、お金をもらったりとかできないじゃないですか。それでそのルーツがですね、どうやら私はスネ夫にあったなってふと気づいたことがあって、なんかスネ夫ってすごい嫌なやつじゃないですか。でもなんか結構日本人のお金持ち感ってスネ夫とか、あとね、ちびまる子ちゃんの花輪くんとか、なんかああいうのが刷り込まれてて、あ、なんかお金持ちになるとああいう嫌なやつになるから、あんまりお金持ちになるのやだなみたいなのがね、実は深層心理にあって、そしてなんかね、お金持ちになったりこう稼いだり豊かになることのブロックになってたと思って、あ、ちょっとなんかスネ夫のキャラ造形良くないんじゃないかと思ったんですけども、はい、なんかね、そんな感じで、まあこれ私の例ですけれども、皆さんもですね、自分がどんなお金とかね豊かさとか、あと稼ぐこととかね、本当いろんな思い込みがあると思うんですよ。なんかお金は自分で稼がなくちゃいけなくて、人からもらっちゃいけないとかね、あとはなんだろうな、なんか楽してお金を稼いじゃいけないとか、なんかそういうのはね、本当に嫌なやつが悪いやつがすることだとかね、なんかいろいろな思い込みがねあると思うんですけれども、そういうのをですね、今週はちょっと洗い出していくと、もしかしてね、新たな豊かさのね、こうな流れてくる流入口ができるかもしれないと思いますので、ちょっといろいろと考えてみてください。はい、それからですね、これもちょっと話しとこうと思ったんですが、神は何でもいいっていうのですね。はい、これはまあなんで今言おうかと思ったかというとですね、第6週にね、結構神っていう表現が特に多く出てくるんですね。まあ他の週もそうなんですけれども、なん
かね、やっぱりあのお金とあと神様ってなんかすごく結びついてるんだなと思うんですけれども、でこの本でね、神っていう言葉が出てきた時に、あの私気をつけてほしいなと思うことがありまして、でそれってやっぱりこれあの元々は西洋の本じゃないですか。なので神っていう言葉が出てきた時にどうしてもなんかね、日本人の感覚とあの違うなって思うところがあるんですね。でその時にですね、ちょっとここを見直してほしいところがあるんですけれども、審判の17ページですね、このコースをやり終えるのにどんな神の概念も必要がないことをここではっきり断っておきたい。それどころか神の概念の多くは邪魔になるって書いてあります。でその次に、本書で神という言葉が使われる場合、人生に秩序をもたらす整然とした流れという言い方いう考えと置き換えてもらっても良いって書いてあります。はい、つまりですね、自分の好きなあのなんかこう工事の概念と置き換えていいっていうことなんですね。まあ天使とかなんか仏様とか何でもいいですけれども、日本人で意外とあの当てはめて分かりやすいのは、私はね意外とね、なんかあの世間様とか、あと常識とか、あとまあお金を当てはめてる人もいるかもしれないですけれども、あの神っていうよりもね、なんかそういうもの、なんか空気を読まなきゃいけないとかね、なんかあの自分があの行動を基盤にしてるものって何かなっていうのを考えて、それを当てはめて考えるとね、あの分かりやすいんじゃないかと思いました。おっと今日はすごくあの過ぎてしまいましたけれども、はい、まあ大事なお話でしたので、はい、ちょっと考えてみてください。はい、ではまた。